開です。今回はゲーム実況ではなく、なんとオセロニアの世界に遊びに来ちゃいました。みんなよろしくね。キズナイだー。ほんとだ、マジでキズナイじゃねえか。こりゃかわいいな。今コラボ企画でログインするだけでこのキズナイがもらえたよ。ついに私とのコラボも実現できるね。は、何言ってんだ、お前は関係ないだろ。ふふ、忘れたのかマリサ。オセロニアの世界では、私が先輩なんだよ。なぜならずっと前から私はいるのだから。だからそれはお前ではねえよ。ということで今日は、キズナアイと私レイムを編成したこちらの神タンデッキで、決戦、ブラックキズナアイ上級に挑んでみるよ。ブラックキズナアイは、コマとしては入手できないみたいだが、このクエスト限定で出現する敵キャラみたいだな。よし、まずは角を取れるように真ん中に打っていくよ。いやいや、普通に返されるのが関の山だろ。であれ、普通に角取れそうなんだが。はははは、その程度の AI で私には勝てんよ。右下の角はいただきだ。学園キャラの乱用王だな。これで結構ダメージ与えれるな。争いを終わらせます。さ、ここで私が置く駒はフィローギス。オーバーロードのスキルを持つ駒だよ。これで、最大 HP が 33,000 にまで上がったな。キズナアイのスキルは、自分の HP が減少するほどダメージが上昇する、いわゆるライフバーストと言われるものだね。オーバーロードによって自分の最大 HP を上げておけば、より自分の HP が減少したことになり、ライフバーストの効果がより発揮できるのだ。オーバーロードしてからライフバーストというのは、上級者でも使うテクニックみたいだから、覚えておいて損はないかもな。でも全然自分の HP 減らないんですけど、これじゃあキズナアイが活躍できない。よし、ブリュンヒルデで、さらにオーバーロードだ。最大 HP がかなり上がったし、相手の HP もわずか。手駒にキズナアイも引けてるし、これはいい感じにフィニッシュできるんじゃない。よし、いいぞ、そこならブリュンヒルデのコンボスキルも使える。さあ、ステージは整った、キズナアイよ。ブラックキズナアイを止めるんだ。いけー。さて、それじゃあファイナルステージ行ってみよう。なかったことにすんな。さっき倒せてなかったよね。あれだけお膳立てしておいて、火力足りてなかったよね。アイちゃんをいじめるなぁ。なんだよ、めんどくせぇな。アイちゃんはまだ進化前なんだ。それに、思ったようにこっちの HP が減らなかったんだよ。そもそも、このクエストをクリアすることで素材がもらえて、アイちゃんはどんどん強くなっていくんだから。なるほど、絆愛を強化するためのクエストでもあるんだな。ほらー、見て見て、コラボだよ。私とキズナアイが隣に並んでるよ。だからそれはお前ではないんだって。しかも風化のスキルは回復、つまりキズナアイとの相性は最悪ってわけだ。でも大丈夫、私が残り1000くらいまで削った。いくらなんでも今度こそ次のターンキズナアイで飛ばせる。お、そこにキムンカムイか。これは私とのコンボルートが残ったぞ。風化のコンボは1枚返しでのみ発動可能だぜ。よし、ついに夢が叶う時が来た。キズナアイとコンボだー。はい、ということで、キズナアイの大活躍で、ギリギリ勝つことができましたね。嘘つけ。もっと余裕で勝てただろ、何だったんだよこの茶番。茶番じゃないです、コラボです。コラボじゃなくてコンボしただけだろうが。はいどうも、バーチャル A プラス YouTuber、キズナアイです。おかげさまで私、進化いたしました。ありがとう。私のことをどんどん活用しちゃってください。だそうです皆様。今回はしょっぱい感じだったが、進化させてスキルマックスにすればかなり強いよな。興味がある人は育ててみては。ということで、キズナアイさんコラボありがとうございました。もうこいつはほっとこう。まったねー。